京都市西京国総合運動公園京都市西京国総合運動公園陸上競技場兼球技場京都市西京国総合運動公園陸上競技場研究議場は京都府京都市右京区の京都市西京国総合運動公園内にある陸上競技場研究議場施設は京都市が所有し京都スポーツネットワークが指定管理者として 運営管理を行っている。京都州京区に本社を置く商社の竹菱が命名権を取得し、竹菱スタジアム京都の故障を用いている。1946年に第1回国民体育大会が開催。1988年の第43回国民体育大会の会場として使用されるのを機に、ナイター照明設備、電光掲示板が設置され、 メインスタンドも改修された。1995年にバックサイドスタンドの座席化と電光掲示板の大型化を行った。2019年ラグビーワールドカップ、並びに2022年に行われる障害、スポーツイベントワールドマスターズゲームズの開催に備えて、また J リーグクラブライセンス制度の適合審査を受けるため、老朽化した大型電光掲示板を2015年度に、 映像が取り込める LED タイプのものへ更新した、他、スタンドの屋根の拡張、トイレ、照明設備などの全面回収を、総工費の半額分を、京都府からの助成を受けつつ、3年間をかけて実施する予定となっている。2019年6月18日、京都市京区に本社を置き、ファクトリーオートメーション機器や産業機械の設計、試行、販売などを手掛ける商社である、 株式会社びしが命名権を取得したと発表された。契約期間は10年間、年額4000万円で、同年7月に正式に契約を締結。8月1日からびしスタジアム京都の故障を用いている。メインスタンドから撮影した京都市、西京国総合運動公園陸上競技場、研究技場のパノラマ。画像の向かって、左側が北スタンド。 右側が南スタンド、中央部分がバックスタンドである。北スタンドとメインスタンドの間に第43回国民体育大会で許可台として使用されたモーニュメントや3000メートル障害用の水濠が設置されている。ほか、ありがとうございます。